成歌集128、1番、2番。世界中から集まった若い人たちね、当時若かったんですから、若い人たちが集まって集中的に形成を受けるこの国際センターの役目を果たしていたんです。で、1930年からそのぐらいからずっと、ドン・アルバロは副社アルバロですけども、サクソンでね、岩尾と言われて創立者の本当に力強い支え手でしたね。右腕だったんです。だけどもいつもほとんど毎日団らんがあったんですけども、後ろの方に座って目立たないんです。で、私たちも創立者だけを考えてますから、ドン・アルバロのことあんまり考えなくてね、いつも後ろの方にいて、しかし時々創立者はアルバロと呼んでね、話の途中である日付とか場所とかの時はアルバロって言ったらスッと出てくるんです。聖書の引用の途中も途中からタッタッタッと続けてくる、頭の中でずっと話をついていってるんですよね。でその点ではもう完璧です。隠れてるんですけどいつも支えてくれる。レッセル団にもお祈りいただければ非常に幸いですね。一言聖霊の名によって、この聖体祭儀に参加しているすべての人のために祈りましょう。家庭や職場、社会の中で最も助けを必要としている人たちにいつでも手を差し伸べ、真の愛を実践していくことができますように。Thank you.
主は皆さんと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。福祉アルバロの列国感謝ミサを終わります。行きましょう。主の平和のうちに。平成前の歌、サルゲルス。